はい、サブチャンネルだよ。今日はなんとボンスくん、うつぼがしゃべるよ。いやでも歩きやすいようにあえて、ボンスくん今日はアンヤの練習をしてみたいと思います。もうね10ヶ月になりますので、撮ろうか。貸して、撮って、カメラ貸して。足はね、お風呂前ですし、歩きやすいと思うのでね、あえてズボンはもう履かずに行きます。うん、はい、いくよ。ひなに見せてあげる。ハイハイの状態からこの立ち上がるまではね、もうね、余裕なんです。うん、はい、じゃあ見せてみて。お、手を伸ばして、手を伸ばして、はい、最近はここからね、こうやってね、ピアノを弾くんですよ。これ、ピアノ弾くんだよね。そして、はい、ここに来て、まだピアノが弾けない。まだピアノだったか。はい、はい、こっち。あ、椅子を噛んでみる。椅子を噛んでみる。椅子を噛んでみる。椅子噛んでみる。すんごい力で噛むんだよ、しかも。ちょっと取れちゃうよ、皮が。皮が剥ける。はい、ちょっと来てみて。いくよ。はい、あ、まずスクワットがするんだよね、スクワット。最近、お、お、はい、1、2これはまってますね。はい、あ、噛む、椅子を噛む、椅子を噛む、椅子を噛んでいく、椅子を噛んでいく、プレイング。ピアノに手をかける。そしてピアノに手をかけ、はい、どうぞ。弾く。必ずそこの音を鳴らす。奏でていく。奏でていく。そして、はい、今度こそやってみよう。はい、はい、今度こそやってみよう。はい、スクワット。はい、スクワット。それは椅子をかむ。何そのなんかね。椅子を噛む、さらに噛む。じゃあ笑、ちょっと笑って、椅子、椅子。またそして、はい、ピアノに手をかけて、今度どこ鳴らすかね。はい、同じ音。なんで？ちょっとさ、1、2の練習しよう。ね。はい、はい、取って。う？お、お、はい、はい、はい、スカットからの？からの、おお、すごい。スクワットすごくして。自分でやってるからね。はい。キキラ。じゃじゃ。キキラ。はい、せーの。はい、1。お、いいぞ。はい、1。え、カニ歩き。横歩きはね、得意なんだけどね、前歩きができないんだよね、まだ。でもちょっと一瞬だけなんか、ピッて直立不動できない最近。私見たことない、まだそれ。見たことない、うん、この状態からちょっと手を離してみるんだよ、たまに。へぇー。まあ、でも、後ろにトンとは行くでしょ。あ、またその音が好きなのね。そして椅子を噛むの ね、今それにハマっちゃったね。割としてなかったからね。やばい、これがマイブームになったら椅子が壊れる。やばい、私の大事な、すいません。兄さん、兄さん、兄さん、ゆっくり練習とかしてみますか。兄さん、兄さん、もうちょっとお風呂沸いちゃうよ。お、兄さんどうですか、歩く練習とか。ねえ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 じおおおおガボカリンカリン歯がすごいじゃん。
目標値があればいけんかな。普通にできるよね。ねえ、イエーイイエーイイエーイ。え、でもいざなってるよね。いざなわないで、いざなわないでできる。そりゃいざなうよ。いざなう、うん、そりゃいざなう。じゃあなんだ、どこでも立って捕まってね。ね、おお、ここは危ないね。こうつるっとしたとこは危ないね。バレた。山から徐々に来るんだよ。膝噛んでくる。膝噛まれました。追いかけっこが始まったようだ。ここまで来てみな。ここまで来てみな。兄さん、やってやってください。じゃあバイバイ。あ、いなくなった。あ、兄さん、こんにちは。回り込むんだ。相手の意表をつけ、行け。回り込んで相手の意表をつけ、奇襲作戦だ。行けるか。何、正面突破だと。こいつ気持ちやってやる。その沼のような場所を張っていくとはな。あ、かわいい。あーあー絶対こっち見る。絶対自慢してくんだよね。あーなんだよ、ドヤ顔しないでよ。ねえ、楽しいね。この上でハイハイ、結構ストレス溜まりそうだね。ね、そんな上手にな上手にいくんですよね、最近ね。え、それ最近、お、膝立ち、お、せーの、はい。お、お、待てるの？あ、で、ちっ、あっち行ってみる？待ってみる？おい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 。行くよ、せーの、はい、ピッチ、はい、ピッチ。横歩きが好きなんだ。横歩きばっかりだね、ほら。わかる？ね。いざなわないと横歩きになるんだ。そう、いざなわないと横歩きになる。はい、じゃあポンスの勝利のファンファーレでお別れいたしましょう。でももう歩くでしょうね。あと1ヶ月もすればちょっと立てるくらいになってる、うん、まだか、全然。いや、まあでも11、12らへんはもうトントントンくらいいくんじゃない。あ、トントントンこけって、うん、すごっ。当たり前だけど。兄さん、これからも期待します。お疲れ様です。これからも頑張りましょう。イエイ。え、入ってきます。はい、はい、じゃあさようなら。うーくん、さっきから何、うーくん。